こんばんは、みつのあじこです。やっと梅雨入りしたと思ったら毎日暑い。ついつい冷たい麺料理なんかが増えますが、この時期見かけると手に取りたくなる夏野菜があります。好き嫌いは分かれるかと思いますが、ある香味野菜です。今回のテーマはみょうが。みょうがといえば、花みょうがといってちょっと固めのピンク色をした膨らみのある、そうだな、三つ四つトレーに入って売ってるみょうがを思い浮かべますが、多分この時期だけ出回るのが茎みょうがといって、その花の部分を収穫した後、葉っぱっていうのかな、まあ、首根っこのあたりを結構な量の袋に詰めたものが八百屋さんに並ぶことがあります。綺麗な部分を取り除いたものなので、香りも形も一級品というわけではないんですが、どうせ刻んで食べちゃうので十分に使えるんです。何よりもいっぱい入って一袋で150円ぐらい、普通の花の部分のみょうがとお値段変わらないので、とっても使い勝手があります。先週たまたま近所の八百屋で見かけたので買ってきました。3分の1はレモンと白だしで作っただしに漬け込んで浅漬けに、残りの3分の1は刻んで薬味用に冷凍、そして鮮やかな部分を選んで、残りの3分の1は蜂蜜で炊いてジャムにしてみました。今までも果物なんかをたくさん買ったりいただいたりした時に食べきれずにジャムにすることは多かったんですが、みょうがでジャムは初めてでした。いや、誰か作ってるかなと思ってクックパッドなんかを探してみたんだけど、いや、誰も作ってなかったです。なんですけどこれね、作ってみたらびっくり、すっごく美味しくて、イメージとしては生姜とシソと梅の混ざって3で割ったぐらいの感じ。レモンを結構入れたのでちょっと甘酸っぱくて、みょうが独特の香りがふわっと口の中で広がります。繊維が多いのでもうちょっと細かく刻んだ方が良かったかなとは思ったんですが、意外な美味しさ発見です。みょうがの香りって何の香りかなと調べてみたら、成分としてはアルファピネンが多いようです。アルファピネンというのは一言で言うと森林浴の香り、松や杉などの針葉樹にたくさん含まれている香り成分です。このアルファピネンを嗅ぐとリラックスするとともに
脳の覚醒を促す効果も高いので、暑い夏、すっきりした気分になりたい時にはうってつけの香り成分です。そう、みょうがといえば、食べ過ぎると物忘れをするなんて言ったりしますが、あれってお釈迦様の弟子の逸話から生まれてるそうなんです。自分の名前も覚えられないほど物忘れのひどいお弟子さんがいて、名前を書いた旗を背負わせたにもかかわらず、その旗を背負ったことも忘れてしまって、亡くなるまで自分の名前を覚えられなかったそうです。そのお弟子さんのお墓からこのみょうがが生えてきて、名前を担うと書いてみょうがと付けられたと言われてます。でも科学的には全然物忘れには関係がないそうです。むしろアルファピネンの香りは頭脳明晰作用、すっきりとした香りなので、勉強の前に食べていただくと効果あるかもしれないです。そんなお釈迦様にまつわる話が残っているのに、みょうがを食べるのは日本だけなんだそうです。国内でも生産されてるところは結構限られていて、私が住んでいた福岡では子供の頃めったに見られなかった気がします。というか、お子さんはあんまり好きじゃないかもしれないですよね、この味。とっても大人の味だと思います。夏から秋にかけて旬を迎えるみょうがですが、アルファピネンは非常に分子量が小さな成分なので、熱にはあまり強くありません。刻んで放置しておくとすぐに香りが飛んでしまいます。なので食べるときはできるだけ生に近い状態で、切ったらすぐに召し上がるのがおすすめです。ジャムには正直向かないですが、あの赤い色、アントシアニンの仲間には抗酸化作用も含まれてます。煮詰めると非常に濃い紫色が出て、たっぷりアントシアニンは取れた気がしますよ。あ、ちなみにアントシアニンは水溶性なので、水に長い時間さらすのもおすすめしないです。こんな風に考えていくと、料理ってかなりサイエンスです。初めてアロマは香りのサブスク連動型ポッドキャストです。毎月厳選した精油とアロマクラフトのキットが届くサブスクリプションサービスです。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。インスタグラムとスレッズにて情報を発信しています。ご意見ご感想お待ちしております。ハッシュタグカタカナで初めてアロマをつけて投稿していただくか、お名前だけで送れる専用のメールフォームもご活用ください。お相手は蜜のあじこでした。おやすみなさい。